私の名前はパニコ。在宅勤務でライターをしながら、都内の新築の一戸建てに家族3人で暮らしています。娘のパニミは今年で4歳。元気にすくすく育ってくれています。旦那のりょうたとは大学のサークルで知り合って、りょうたからの猛アプローチで交際に発展し、結婚しました。幸せな家庭を築き、毎日とても充実した日々を過ごしていました。以前は休日は家族でよく外に出かけていましたが、最近はりょうたの仕事の昇格がかかった大事な時期もあって、休日も仕事が多く、家族で遊ぶ時間も少なくなってしまっていました。そんなある日のこと。ただいま。ああ、おかえり。仕事疲れたでしょ？お風呂入る？ご飯にする？いや、今日は外で飯食べてきたし。え、そうなの？なら連絡してくれればよかったのに。ご飯作っちゃった。仕方ないだろ、仕事忙しいんだし。なんだよ。いちいち文句かよ。いや、ごめん。別にそんなつもりじゃないんだけど。それとさ、今日から寝室別々にしないか？え？私とりょうたは結婚してからもずっと二人で一緒の寝室で寝ていました。もともとは結婚した時にりょうたが二人の時間を大切にしたいと言って寝室は一つにしようってことになったのに。俺さ、仕事で最近疲れてるし、しかも最近パニコの隣で寝ててもリラックスできないっていうかさ。リラックスできないって何そのいいこと。頼むよ。仕事でも疲れてるのに家でも疲れたくないんだよ。そっか、分かったけど、そんな言い方しないでほしかったな。ああ、うぜ。俺疲れたからそろそろ寝るよ。おやすみ。さっきうぜってつぶやいたのも、はっきり聞こえちゃいました。こんな風に、私は最近のりょうたの言動や行動が冷たくなっていることに、寂しさを感じていました。子供も生まれて、憧れのマイホームも買って、順風満帆な日々でしたが、やっぱり旦那の態度が冷え切っているのは、とても辛いものです。それから3日後、今日も疲れた様子で、旦那が帰ってきました。ただいま。今日も疲れたわ。今日も終電ギリギリ。その時、りょうたがいきなりリビングで倒れてしまったのです。どうしたのりょうた？顔色も悪いし、なんだか体に力が入らないみたい。私はすぐに救急車を呼びました。これはしばらく入院ですね。かなり疲労が溜まってますね。一応他に問題がないか検査をしましょう。りょうた、大丈夫かな？病院について先生に診察してもらっている間も、目の前のりょうたはとても苦しそうで、私は胸が苦しくなりました。りょうた、こんなになるまで仕事頑張ってくれてたんだ。ごめんね、りょうた。私はそれから毎日、娘のパニミを連れて、お見舞いに出かけるようになりました。でもね、入院して数日経つと、りょうたがこんなことを言うようになったの。パパ、お見舞い来たよ。うげ。具合どう？りょうた、しっかり休めてる？大丈夫？ちっ。え？今、舌打ちした？いや、なわけないだろ。ありがとう。ごめん。来てもらってすぐにこんなこと言うのは悪いんだけど、今日はもう帰ってくれるかな？もう？今来たばかりなのに？パパもうお話できないの？もっとパパとお話したいな。パニミ、ごめん。なんだかりょうたは私たちを早く追い出したいみたい。だから私はパニミの手を引いてそっと病室を出ました。相当疲れてるのね。可愛いパニミと話すのさえ辛いのかな。なんだかパパ、かわいそうだね。そうね。じゃあもう帰ろうか。パパをゆっくり休ませてあげよう。それがいいね。きっとそうすればすぐに良くなって、お家にも帰ってこれ。その時です。私たちが病室の外に出るや否や、若い看護師が私たちに会釈すらせずにずかずかと亮太の病室に入っていきました。亮太さん、お体の調子いかがですか？20代前半のブリブリの看護師、まつげがっちりで香水もプンプン、こんなのが看護師なの？という見た目なんです。私は不審に思って病室の中の亮太と看護師の会話に聞き耳を立てました。確かに亮太は体育会系だしイケメン、でも看護師なんだからまさかね。病室の中ではこんな会話がされていました。亮太さん、何か困ってることはないですか？私何でもしますからいつでも言ってくださいね。個室の患者さんは寂しがり屋さんが多いし、私はそんな患者さんの心も癒してあげたいんです。え？癒す？何言ってるのこの子。私はパニミと顔を見合わせてきょとん。ママ、これってやばいんじゃない？さすがパニミ、今私もちょうどそうかなって思ってたとこよ。すると亮太がその看護師にこんなことを言っていました。綾子さん、いやーいつもありがとうね。何かあったら呼ばせてもらいますね。特に寂しい時には。は？何それ、寂しい時？は？私は若い看護師にデレデレしてるであろう旦那に腹が立ちました。ただでさえ今回の入院で費用もかかるし、その間は仕事も休まなければいけません。私は必死に働いているのに、なのになんだか今回の入院楽しそう。若い看護師には寂しくなったら呼びますねなのに、私たち家族にはお見舞いにも来るなってどういうことよ。なんだかやっぱりすごく嫌な予感がしました。そう、そして私のこの嫌な予感は的中するのです。それから3日後、今日は検診の結果を夫婦2人で先生に聞くための診察日。亮太にはしばらく見舞いに来ないでくれと言われたものの、私はあの看護師のことが気になったので、待ち合わせの時間よりも早く病室を訪問しました。久しぶり亮太、体調どう？あ、パニコ？お前、来る時間が早まったなら言ってくれよ。ったく、気の利かねえブスだな。ブスって。あら、パニコさん、こんにちは。病室の中では、二人はなんだか楽しそうに向き合って話をしていました。ちょっと、こんなところで看護師さんが時間潰してていいの？これも仕事なんです。そうだよ、変なこと言うなよ。綾子ちゃんは一生懸命俺の面倒を見てくれてるのに、口を慎め。慎めて、しかも、綾子ちゃんって。なんだよ。お前俺のことを疑ってるのか。ふざけるなよ。これだから嫌なんだよ、てめえは。てめえ？入院してからも、私への言動がどんどんひどくなる亮太。なんでこんなに変わっちゃったの？しかも看護師とあんなに楽しそうに話してて、疑わないはずないじゃない。私はとにかく不安と怒りの感情でいっぱいでした。そして、亮太の担当の敏夫先生が病室に入ってきて、私は気持ちも憂鬱なまま敏夫先生の話を聞くことになりました。調子はどうですか？看護師さんが優しくてもうバリバリの絶好調です。でも妻の俺への圧がひどくて、最近は退院すること考えるとストレスで。はあ、私は何もしてないじゃないの。うるさい、俺がストレス感じてるって言ってんだから、それでいいんだよ。そんなんでね、先生聞いてくださいよ。最近はストレスのせいで右腕が上がらないんですよ。心の疲労かな。敏夫先生は首をかしげながら亮太の右腕を診察し始めました。これはなんだかんだご夫婦仲良しじゃないですか。この2日間の外泊も夫婦でご旅行でしたか？え？外泊？2日間も？うわっ、これはサタデーナイト症候群ですな。サタデーナイト症候群？先生、何ですかそれ？腕枕も不思議ですよ。の腕枕とかされましたでしょ？は？腕枕？誰に？亮太はあわわっと言いながらガクガク震えています。その時何かを感じ取った先生は私たち夫婦の顔を見て何かを悟ったようで病室から出て行きました。二人っきりになってから私はもちろん亮太を問い詰めました。ちょっと腕枕って私とはもうしばらく一緒に寝てないわよね。寝室だって別だしね。しかも外泊って何？なんでサタデーナイト症候群？そんな可愛らしい症状が出てるんでしょうかね。私にわかるように説明してくださるかしら？それは、仕方ないだろう。あやこちゃんの方が、若くて、可愛いんだし、天使みたいに可愛いんだよ。俺の体もしっかり癒してくれるんだ。はーい、自爆。あやこちゃん。じゃあやっぱり相手はあの看護師ね。なるほどね。私があんたの入院費用の負担を少しでもなくそうと、育児に家事に仕事に頑張ってきたのに、その間あんたはこんなところで浮気してたのね。うるさい。お前みたいなブス、もううんざりなんだよ。親子ちゃんはエンジェルなんだぞ。その言葉に私の堪忍袋の尾が切れてしまいました。知らんわ、最低だなお前。なんでこんな人のために毎日睡眠時間を削ってお見舞いに来てたの？残業もして子育ても抜かりなく頑張って、何のために？私は感情がこみ上げてきて本当に我慢の限界でした。許さない。なんだよ、お前の気持ちなんてどうでもいいんだよ。入院してる時くらい俺の好き勝手させてくれよ。あんた頭悪いのね。なんだよ、バカにしてんのか。あんたもあの綾子って女も本当に愚かなのね。見てなさいよ。そして私は勢いよく病室を飛び出し、とあるところに向かいました。私の努力をバカにしたあの男、私と娘を捨てたあの男、あの女、許せない。そしてそれから1週間後、私はあの男と女を破滅に追い込むための準備を完璧にし、復讐劇を開始することにしたのです。りょうたさん、お久しぶりです。お体の調子はいかがですか？カニコ、なんだよ、反省したのか？この間勝手に出て行きやがって、話の途中だっただろう。ああ、りょうたさんごめんなさいね。なんだよその態度。ああ、ごめん、こういうの好きなのかなと思って。は？その時です。失礼しますよ。あ、敏夫先生、お待ちしてました。敏夫先生と綾子ちゃんまで。先生の後ろにはなぜか隠れるようにして綾子が入ってきたのです。さあ、役者が揃ったところで病室のドアが閉まりました。ここには私たち4人だけ。そこから素晴らしい展開が。おい、お前何してくれてんじゃ。敏夫先生。いつも絵に描いたように優しい表情の敏夫先生が般若のような顔で憤慨しています。なぜか急に泣き出す綾子。ここは私が一代で築いた大切な病院だぞ。自分たちがしたことは分かってるのか。ものすごい剣幕で起こる敏夫先生。亮太は何が何だか分からない様子。ごめんなさい、許してパパ。パパ？あら、やっと気づいたみたい。そうなんです。実はこの綾子は敏夫先生の娘なんです。亮太は病院では徹底的に親子関係を隠している2人の関係に気づかなかったんでしょう。私は他の患者さんやご家族からいろいろ聞いて、先生と綾子が親子であることを知っていたのです。亮太、綾子ちゃんは敏夫先生の一人娘なのよ。敏夫先生、勘違いです。俺は綾子さんとは何も。俺を見ても何もないと言えるのか。そして敏夫先生が白衣からスマホを出すと、とある動画を再生しました。その映像はこの病室に設置されていた監視カメラの映像。そこには父の病院の病室でイチャイチャする綾子と亮太の姿がバッチリ映っていました。そう、私があの日向かったのは病院の防衛室で監視カメラの映像を確認させてもらったのです。お見舞いに来るなという亮太の発言から病室が怪しいと判断した私。綾子はここで働いてるし、まさかとは思ったのですが、綾子はとんでもなく愚かな女で、監視カメラの映像にはやばい映像がバッチリ。私はすぐにその映像を俊夫先生に見せに行ったんです。その映像を見た俊夫先生は大激怒。もちろん既婚者でありながら自分の娘に手を出した亮太にも、看護師でありながら患者を誘惑する無責任かつ愚かな自分の娘にも、まったくお前たちなんてことを許さんぞ。綾子、お前は出来損ないで就職ができずにいるところを、なんとかこの病院で私のコネで働かせていたのに、しかも既婚者の患者とこんな関係になるなんて。お前、もう入院などさせん。すぐにここの病院を出て行ってもらう。綾子、お前はもうクビだ。親子の縁も切らせてもらう。お前の面倒は見ない。そんな、パパ。先生、綾子さんは悪くないんです。は？何？すべては俺がだらしないから、だから許してあげてください。まさか目の前で浮気相手の女をかばうこのアホ旦那。マジで最低。ここまでどうしようもないアホだったとは。この発言に私の怒りは爆発。あら、かっこいいセリフね。でも亮太、そんなに余裕ぶってて大丈夫？あんた、自分の心配したらどう？何言ってるんだよ。お前に何ができるってんだ。はあ、自分は安全圏にいるとでも思ってるの？あんたとはもう離婚。こんな浮気の証拠の動画もあるんだし、慰謝料しっかり請求するからね。はあ、もちろんあんたに子育てなんてできないだろうし、親権もね。あと、あの新築の家ももらうね。まだローン30年は残ってるけど、頑張ってね。離婚？待ってくれよ。お前、俺と離婚だって？生活できるのか？だって、私も在宅で仕事してるし、慰謝料もあるし、養育費ももらう予定だし、家もあるし。全然明るい未来しかないけど、そちらさんこそ大丈夫？待ってくれよ。ちょっと女と遊んだだけじゃないか。言っただろ、そういう店に通うよりマシだろ。そもそも遊びなんだから。はい、地雷踏んじゃいました。自爆テイク2。その発言を聞いていた綾子が、さっきまでパパに怒られて泣いていたのが、急に表情変わって憤慨し始めました。私との関係がお店に通うよりマシ？遊びだ。私のこと好きだって言ったじゃない。本気だって。私は本気だったのに。あわわわわ、始まったよ。パパの前なのにふざけんじゃないわよ。あんたのせいでパパにも感動されて仕事もクビ。許さないわよ、この野郎。次の瞬間、綾子はベッドで寝ている亮太に掴みかかろうとして、必死に避けた亮太はそのままベッドから変な体勢で落下。綾子はベッドの脇に腰を強打。目の前で始まったバトルロワイヤル。これには俊夫先生も呆れてました。結果、亮太は足を7針縫う大怪我、綾子は骨折。あらら、お粗末な展開だこと。そしてそれから3ヶ月後、私は亮太とはあれからすぐに離婚し、約束通り慰謝料、親権、家、養育費全てを請求。亮太は綾子の心配をしている場合ではなく、退院後には昼は仕事に、夜はバイトの掛け持ちで、毎日ギリギリの生活をしています。綾子は俊夫先生に頼りっきりで生きてきたので、父親がいないと何もできず、今はニートで生活保護寸前の生活だそうです。私に慰謝料払って借金を作った挙句、どうやらあの綾子、過去にも亮太以外の既婚者の患者さんに手を出していたようで、今回のことでその他の患者さんとの関係も明るみになり、どうやらあちこちから慰謝料請求されてるみたいですよ。はあ、ほんと面白い。二人揃ってどん底人生なんだから。ま、自業自得ってやつ。一方私は大好きな娘のパニミと二人で広いお家に仲良く幸せに暮らしています。ママ、今日はじいじとばあば、それからひいじいじとひいばあばが来るんだよね。うん、パネーおばさんとパニーおじさんも来るわよ。はーい、コレタおじさんも来てくれる？もちろん。あー、でもね、ちょっと遅れるって言ってた。どうして？パニミコレタおじさんにも早く会いたいのに。なんかね、パニミがまだ赤ちゃんの頃、よくパニミと遊んでくれた人を連れてくるんだって。その人を迎えに行ってから来るってさ。パニミは赤ちゃんの時、すごくよく泣く赤ちゃんでね。その人、赤ちゃんを泣き止ませるプロだったの。パニミったら、その人にあやしてもらうと、すぐに泣き止んで、キャッキャって笑い出すんだもの。懐かしいわ。まあ、パニミは赤ちゃんだったから覚えてない。覚えてるよ。え？覚えてるの？まあ、ラスボスパニミならあり得る話っちゃ話だけど。猫の被り物保存協会の人でしょ？そう、正解。よく覚えてたわね。だって、この前の回であったもん。そうだっけ？で、実はもうすでに3回目の登場なんだけどね。え？何？ああ、なんでもないのよ。だってほら、1回目の登場の時は、まだパニミが生まれる前だし。早く来ないかな？そうね。ママも久しぶりにお会いしたいわ。いしし？ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。